大谷翔平、ついに弱点が見つかってしまう。ドジャースの大谷翔平は本拠地マーリンズ戦に2番 DH で先発出場。第1打席でいきなり第11号ツーランを放った。打球速度 107.6 マイル、約 173.1 キロ、飛距離441フィート、約 134.4 メートル、センターフェンスを悠々と越えていく特大弾だった。大谷はこれでホームラン数メジャー単独トップに浮上。大谷がゴールデンウィーク明けの日本列島に衝撃の朗報を届けた。この日の大谷は3打数2安打2打点2盗塁でチームの5連勝に貢献し、打率370、OPS 1.139 まで上げた。大谷さん、上げてくる時期間違えてないかい？これまでのシーズンよりも1ヶ月半ほど行き急いでいる模様。投手として生きていた時間がリハビリにしか使えず、余ってしまい、余った時間を打者に突っ込んだ結果、ゴールデンウィークが終わった日本人に生きる気力と労働する意欲を与えてくれる大谷様。当たり前のように毎回レッツが塁にいるのもすごいよな。この後フリーマンもホームランで1回裏に3点、1回表に2点取って勝てるかもと思ったマーリンズ絶望。大谷の打席結果をスタッドキャストで見てみると、ボール球の打率が異様に高い。アウトコース高めのボール球は打率500、インコース低めのボール球は打率333。これだけボール球に手を出しているにもかかわらず打率370でメジャー全体でダントツで1位なのはさすがに理解が追いつかない。強い手大谷の弱点を挙げるなら、ストライクゾーンのインコース高めで打率214。仮にインコース高めや真ん中高めに外れても打率250なので多少は安心かと思いきや、大谷はインコース高めのゾーンでもしっかりホームランにしている。もう普通に考えて、一塁だけ空いてる時はもちろんランナーなしでも普通に歩かせた方がいいやろ。いや、それをさせないために大谷は今盗塁しているはず。この日も2盗塁で9盗塁まで伸ばしてきたか。さすがにランナーなしで二塁打圏上はきついもんな。まあありえんけど、1試合で全打席それやったら OPS2 と同じことやろ。さすがに大谷の OPS1.1 やから、場面によっては勝負した方が良い。敬遠で歩かせるならアウトコース低めに外す変化球とインコース高めに外す速球だけでいいかも。このデータ見るとインコース高めに外すときには確実に外すことが重要やね。高さに関わらずゾーンのベルト付近に入っちゃうと真っ赤っか。管理人のつぶやき、大谷さんの勢いが止まりませんね。ちょっとこの時期にこんなにペースを上げて大丈夫かと心配になります。メジャーのシーズンは長いので、大谷さん無理だけはせず、体のケアと怪我への注意だけお願いいたします。そんな打撃絶好調の大谷さんの興味深いデータがありましたので動画にしてみました。このデータやこれまでの大谷さんを見る限り、皆様ならどう大谷さんに対峙しますか？コメント欄で議論をお願いいたします。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。